はい、こんにちは、カービィです。12月の5日ですね。あったかい。今日、半袖でもいけるんじゃないかというぐらい。最高20度超えるんじゃないかな。で、最低が15度ぐらいです。ちょっと、かなり暖冬ですね。これね、ハーブがね、根付き始めました。これね、タイム。他は雑草です。これ、人参とか。で、こっちはね、オレガノです。これね、ハーブ難しいんですよ。なんか僕が下手くそなだけなんだけど。で、ホーリーバジル、すごい匂いする。で、これはね、もう種取れるかな。こう、葉っぱを取ろうと思ってね、ずっと芽を摘心してると、どうしても花ができるのが遅くなってね、ちょっと花ができる時期が遅くなりすぎてしまって、うまく種ができないかもしれない。で、これはね、ひまわりなんですよ。スプラウト用のひまわりなんだけど、10月ぐらいに巻いた、あ、虫がいる。10月、あ、虫がいる。よく、なんだ、打ち壊れてんな。10月ぐらいに巻いたけどね、もうつぼみができてね、12月にひまわりが咲きそうです。これはね、ロデリカ人参という人参をね、植え替えました、種取り用に。ちょっとしなびちゃってるけどね、復活してくれると思う。やっぱね、この葉っぱは切った方がいいです、植え替えた時に、種取り用にね。これはそのままのやつ。で、もうオクラは取ったな。さつまいも掘った後に畝をね、直しました。あんまりこの時期掘りたくないんですけどね。で、幅が1メートルぐらいで、間がね、80センチぐらい取ったかな。3本を2本にしてる感じ。で、こっちはアスパラです。枯れてるね。これアスパラの花咲いてるね。なんか、結構いろんな時期に咲く。里芋なんかもあるけど、だいたいもう枯れます、この時期。で、雑草も枯れ始めて、野菜の方が強いですね。風が強いな。でね、8月21日に植えた野崎2号っていう白菜ですね。だいたい玉になり始めました。あ、この細かい虫食いが多いですね。これはね、トナガとかかな。ここにいるね。小さめの青虫的なやつとか、ガの幼虫なんかですね。で、まあ、こういう細かいやつね。で、ヨトウムシなんかだともう、がっつり、もう、なんだろう、穴がでかいんですよ。で、もう、中に行くんでね、枯れるんですけど、これはまあ、かろうじて生き残ってます。ただ、細かい虫食いが多くて、ちょっとね、さすがにこれで売り物にするには難しいかな。ここの畑、水がちょっと抜けにくかったもんでね、それで根が弱って生育が良くないです。去年はこっちの方がよくできてたんですけどね。これね、ネギなんだけど、植え替えをね、ちょっと失敗した方とうまくいった方ですね。これなんかもう植え替えてね、1ヶ月半ぐらい経つんだけどね、ちょっと弱々しくなっちゃった。なんでかっていうと、この植え替える時にしっかりと、土を落としちゃったんですよ。で、もう根っこだけでこう植え替えて、で、そうなってくるともう一回根が張り直すのに時間かかるんですね。で、こっちの、ね、方が、割と新しい、まだ2週間とかがそのもんじゃないかな、植え替えてから。で、もうこの、もうなんかしっかりしてるのは、この周りの土ごと、これぐらいの範囲でスコップでモリッと取って、そのまま移したんですよ。そうするとね、その後も、まあ、元々の根がしっかりと残った状態で植え替えられるので、その後の再生も早いですね。これは分結して増えてくれると増やせます。よし、これは動画でもやった絹さやとライ麦のやつですね。ライ麦をコンパリンプラントにするっていうやつ。これね、だいぶ生えてきてくれてます。こいつライ麦ね。じゃあ、で、ずらーっと、これ、ずーっと、このラインに、絹さやが生えてくれるんで、こっちの方にずっとライ麦が生えています。風気温が絶対入るな。これ畑今全体こんな感じです。これね、10月31日前だ。早生空豆もね、元気に育ってくれてます。今だいたい草丈でいうと10センチぐらいかな。10センチ15センチぐらいです。1箇所に2粒ずつ植えてるのはね、こういう生えなかった場合の保険ですね。まあ概ね生えてます。こんな感じ。おはぐろの方を下にして植えればね、綺麗に生えてくれますね。全部植えても生えてくるんだけど、だいたい半分埋めるのが生えてきやすいかな。これは株ですね。10月末ぐらいに巻いたけど、ちょっとあんまり生育くないな。で、これね、はね、面白い形してるんだけど、これ何かというと、キャベツです。フィルダークラウトっていう、ドイツのザワークラウトっていうキャベツの鈴、なんだろう。酢漬け漬物みたいなやつがあるんですけど、それに使われて、ただ、これね、1年前の9月17日に巻いたんですよ。本来春に取るはずだったんだけど、全然大きくならなかったんで、そのまま生やしてます。で、そうして、今、丸1年経って大きくなって、で、この感じだと、来年越した春、
4月ぐらいに花咲かせてくれます。種を取るために残してます。ということでキャベツは、1年半生きるんですね1年半どころかな、花咲かせたら大体枯れるんだけど、でも実は根っこの方が残ってると年越して育ったりします。こいつはね今年1年目の春にはね花をつけるまででかくなれなかったんでね、こう杉菜ですね、この雑草、これ直進棒のやつね、これが生えるとね土が未熟とか言われるんですけど、まあ土に生えますね、普通に野菜もと。ここに生えてるのはこれね、これほうれん草です、バターフレイほうれん草かな、はい、生えてるだから、あ、ノーベルほうれん草だ、ノーベルほうれん草、ちょっと小さいですけどね。で10月18日にばらまいた春菊なんかも芽が出てきてる。ただやっぱちょっと土がね若干固まってるかな、あんまり生育良くない。まあでもこのままねゆっくり育ってくれば冬の間中取れる感じです。はい、これね、この冬に露地だけどピーマンっていうね、まあさすがに枯れ始めたけどね、寒さにも比較的強いです。これ種取り残してんだけど、ね、普通に食べれますよこれ、寒いからなかなか熟してくれない。まずはねもうだいぶ枯れちゃったかな、寒さに弱いんでね、さすが夏野菜だから。これも種取り用にもう少し熟してからですね。スコップと冷気を使った耕した畝作りかな、で作った畝がこの辺です。もうちょっとね草取っちゃったら収穫した後なんですけれど、これ更新大根、更新大根ですね。分かりやすい、中がね赤い大根、中国の野菜です。でこれは人参ね、本紅金時人参で、あっちはもうばらまいた、これねブロッコリーとかじゃないかな、分かんないです。こっちも取った後なんだけど、これ半結球白菜、半分結球する細長く白菜ですね、言ってますね。これねモグラが掘った穴のっていうか土なんですよ、モグラが掘り出した後に。こんな感じモグラ塚がすごいある、だからこれだけの土をね上に持ってきてるんでね、でモグラを掘り出すってすごいね柔らかいんですよ、ふわふわで。ただその分中に空洞ができちゃうんでなんともあれなんですけど、モグラがね動くとね土の方がだいぶ柔らかくなります。こっち紫エンドウね、とこの赤いのはビーツで、秋の踏みつけ種まきかなっていう動画でやったところがこれです。9月の13日、丸葉小松菜、コズミックパープル、人参ですね。で、グリーンサダボールレタス。で、これが小松菜。で、真ん中これ人参。で、これレタスです。で、あん中で粗放栽培というか、もうバラバラバラ種まいて、踏みつけただけなんですけど、こんな感じで見事にこう、おさーっと生えてますね。本当はね、これであとは間引きとかをしっかりしてあげれば、もっとちゃんと大きくなっていきます。ちょっと、じゃあ追いついてないですね。これもまあ、全然、食べれるふっくらに育ってますよ。小松菜の方はねちょっとね今年あったかい感じが、あったかかったのかな。で先に生え大きくなった葉っぱはね虫に食われて枯れてますけれど、また中心から新しいのが出てきてますね、この辺再生してきてる。やっぱね葉物はね寒くならないと美味しくならんですね、あと虫に食われやすくなる。この辺なんかもねバラまきで種まいた大根ですね、紫大根できてますね、ちゃんと紫色。こっちは普通の白い大根ですね、密集しすぎるぐらいに生えちゃうね。でこれはねルッコラなんですよ、この辺でこれルッコラずっと、これはヒノナカブじゃん、アカネカブかな、ヒノナカブかな。でここはブロッコリー、茎ブロッコリーみたいなやつと、両脇にはこれパクチーですね、もうこれも種バーって撒いただけです。ほんでもこんなにわさわさ生えてくれる感じですね。はい、こんな感じで畑のやつ終わり。風切り音うるさくてごめんね、うるさくてしょうがない。あとこれね11月ぐらいに植え替えたイチゴですね、これね真っ赤にね紅葉してます。イチゴ一回こういう風に赤くなってね枯れます。で真ん中のクラウンって呼ばれるところ、ここですね、これここね、映るかな、映る、これ映らんかな、これが、生き残って、また春になると葉っぱをカッ、わーっと出して、大きくなると。という感じですね。大丈夫そうだな、これだけあれば。方向和瀬っていう古い品種ですね。